私は観音の名前で知られる観自在菩薩。私は時空を超えて何にだって変身することができる。听讲日本京都有400年历史的高台寺，为了一改过去传统的形象，特别请来机械观音来做镇寺之宝。听讲高台寺有一个机械观音，我今天就来去找下它。诶，但声音告诉我不是这边，是那边。如果想看 AI 观音，不是去高台寺的正门，而是要来到这个高台寺的御茶所隔离的这个房间。为什么这个人工智能的观音要等在这间房里面，不等在一个日式的寺庙里面呢？因为在他的讲道里面是用了很多投影的技术，所以就等在这间房里面了。最后にあなたたちに素敵な言葉をプレゼントしよう。これを作ったきっかけですか？ところがこの仏像は動かないし、黙って座ってる立ってる、それだけの仏像なんですが、2000年間の間にやっぱり随分技術が変化してきて、 AI の時代になって、そろそろ動く仏像、話す仏像、そして目を合わせる仏像、そんな仏像に進化してもいいんじゃないかと十数年前から考えていたんです。住持十几年前就开始同有现代机械人之父美誉的大阪大学知名教授石克浩合力研发这一台造价约$1,000,000的机械观音 Minda。Minda 身高约1950厘米，重60公斤，身体主要是由铝制成，头部、手臂都可以活动，储存了3个动作：双手垂低或者向前张开，同埋合掌。而且面部同埋手部包咗直胶材料，等佢睇起嚟比较接近似人类。但其实将观音做到呢个样，信众接唔接受得到呢？ Android っていうんで、まあただのロボットなんかなと思ったんですけど、本当になんか観音様っぽくて。すごかったです。不过住持就认为佛陀从来就冇固定嘅形象嘅。大事なことは観音様をロボットで作ったんではなくて、観音様がロボットに変身された、このもの自体が観音様であるという。これだけは知っておいてほしいんですが、我々の信仰は観音さんなんて信じてないんですよ。信仰は神様、仏様を信ずることではないんです。神様、仏様を追い求めてること。住持堅稱引進 Minda 不是要刺激旅遊的花招，而是要 Minda 跟大家講道理。要するに意味は彼観音様がおっしゃってることを一般の人にもっと分かりやすい方法ないかということで。つまりあなたたち自身が不でありさえすればいいのだ。其實開頭聽到高台寺有呢一個構思咧，我都諗件事會唔會好？奇怪，咁如果就咁入嚟呢间房度睇咧，系有少少奇怪嘅。但系咧，听佢讲到之后咧，听听下咧，又好似好和谐咁啊，成件事好神奇啊！いろんな悩みを抱えている人、それから死が怖い人、いろんな思いを持っている方、ぜひ高台寺に来て、マインダーに会って、私に会って、そして自分で解決をして、人生を生き抜く力にしてほしい。ぜひ多くの方、高台寺にお越しください。あんまり宣伝してないですから、これからぜひ香港の方にもたくさん来ていただきたいです。聞きに。雖然 Minda 淨係識講日文，但講到咧就有中英文字幕，唔使擔心語言嘅問題。要注意嘅係 Minda 唔係每一日都開放參拜，出發之前咧記得要上官網查閲。咁我本身不是一個佛教徒啦，但係呢25分鐘嘅講道咧，其實我覺得一啲都唔悶咯。同埋我哋因為拍攝啦，重複咗幾次啦，咁可能喺啲講道入面咧，你 focus 到嘅嘢係會唔同咯。
移居泰国手册，为你整合移居泰国港人的个案，了解当地的环境和生活文化，向你申请签证攻略。15日内13万即搬秘籍，地产专家分享买楼贴士，一书让你轻松掌握移居泰国资讯。